はい、お疲れちゃーん、あゆかママです。今日は水曜日、みんな元気にしてますか？今日はね、長野と岐阜の方にも大雨注意報が出てましたし、動画もちょっと見ましたが、かなり川が氾濫に近い状態になっていましたので、もうどこがどういうふうに急に来るかわからないので、皆さんもくれぐれも気をつけてください。私もポストにこう防災のね、新聞が入ってたので、しっかり読もうと思って持って上がりました。防災とか、そのなんていうのかな、情報がどこから入るかとか、URL とかも載ってたので、登録しておこうというふうに思いますので、本当に蟹座が終わるまで特に気をつけてほしいなと思います。水のエネルギーが強いので、気をつけてもらいたいなというふうに思っておりますし、私も気をつけます。今日ね、帰りすごい土砂降りで濡れて帰ってきたので、行けるかなと思って傘持たなかったらそういう風になったりもするのでね、風も気をつけて、はい、寒くなったりすることもあるので気をつけてください。ということで、今日は何の話しようかなってさっきからずっと考えてて遅くなっちゃったんですけれども、今日はね、2名のセッションをさせていただいたんですけれども、そのゴールの立て方っていうところで、私はやっぱりみんなちょっとゴールの立て方が、下手っていうか、その間違えてることによって、ゴールを達成できないっていうところに陥ってるなと思いますし、ゴールが達成できないと、達成できなかったっていうそのフィードバックが残ってしまうので、またセルフイメージが低くなったり、自信がなくなったり、どうせ私は何もできないみたいになってしまったりもするので、もったいないなというふうに思っております。で、ゴールの達成、ゴールの達成というより、ゴールの立て方ね、まずこの立て方が問題で、達成、根性で達成するとかそういうことではないので、ゴールの立て方については、今企画してますが、新月に向けてオンラインサロンの中で講座をやっていこうというふうに思っております。ゴールの立て方、それから意図の作り方、意図の仕方、決めるということね、それの作り方っていうのを新月でやっていきたいなというふうに思っております。はい。で、満月はね、逆にこうなんていうのかな、こう自分を許すとか認めるとか、今のそのままの状態っていう素の自分っていうのを受け入れていくような、ワークをしたり、アファーメーションを作ったりしたいなというふうに、ちょっとまた新しいアイディアが、今あゆかママの中でわちゃわちゃしてるので明日には、オンラインサロン内で発表できると思うので、楽しみにしていてください。で、今日のね、クライアントさんの例え話をさせてもらうと、例えば、旦那さんに、誰のおかげで飯が食えてると思ってんだ、誰のおかげで生活できてると思ってんだって言って、20年近くその専業主婦をやってた人が、そのハングリー精神でね、クソみたいな、なら自分で稼いでやるみたいな感じで始めた仕事がありました。で、頑張って、ある程度稼いで達成感も得て、だけど辞めちゃった。で、なんで辞めちゃったかっていうと、旦那さんと仲が良くなったからなんだよね、私が聞いてると。本人はなんで辞めたんだろうみたいな、なんか急に違くなっちゃったんですよね、でも次何言ってやっていいか分からなくてみたいな、そのな、何が向いてるかなっていう風な相談だったんだけど、そもそも何のための仕事だったかなんだよね。仕事をすることで何が得られると思ったかっていうと、エネルギー源が旦那さんのそのハングリー精神だよね、何クソ根性で始めたことだから、私だって仕事してるし、私だって稼いでるんだからって言いたかっただけなんだよね。だけど旦那さんとの関係性がうまくいくようになってしまって、別に旦那さんもお前誰のためで、誰のおかげで飯食ってんだって言わないし、私もあんたなんかいなくたって生きていけるって言う必要もない、仲良くしてればいいだけってなってくると、働く意味がないってなってきちゃうんだよね。で、それはそれでいいんだよね、だから働かなくていいっていう結果なんだけれども、そもそもじゃあ仕事ってそんなもののためにやるのかなっていうところで、私としては、なんていうのかな、その仕事の意義だよね、その人が何のために働くかとか、どんなこう、ゴールを立てるかっていうところで、ちょっと相談に乗ってたんだけれども、
でもう一人の子は、やっぱりこれも自分の仕事を始めて、その子はよくよく話を聞いてると、例えば今の自分のお小遣いプラス10万円稼げるようになったら、もっと自由になる、もっといろんなことができる、もっと自分のものが買える、もっと誰にも気兼ねなくお金が使える、自由になれると思って、じゃあこの10万を頑張って稼ごうと思ったんだよね、あるもので。だけどこのあるものが全然自由じゃなかったんだよね。管理されてて、そうね、まあ管理されてて、なんか自分のやりたいように自分のペースでやれる仕事ではなかった。だから結局嫌になっちゃったっていうか、しんどくなっちゃった。だからその人は本当は10万が欲しかったわけじゃなくて、自由が欲しかったんだよね。だから自由が欲しい人が自由を奪うようなやり方システムの仕事をしてしまったら、やっぱり本末転倒だよね。だからお金ってさ、なんだろう、お金が欲しいってことはないのよ。だってお金を、お金だけね、紙だけもらってどうすんのって話じゃない。それで何を買いたいのか、何を得たいのかなんだよね。この交換価値が何なのかっていうところに、気づかないと難しいのかなっていうふうに思いますね。私あゆかママはお金を稼ぐことっていうのは、やっぱりそう、自由が得られるね、あの選択の自由、行動の自由、そういう自由が得られるっていうのと、人の笑顔が増やせる、喜んでもらえる。今日もある人と夜ね、ちょっと練習会で会ったんだけど、その子が甘いの好きってこの間耳に入れたから、甘いの買ってってあげたんだよね。この間好きって言ってたからって言って、そしたらうわーみたいな、嬉しいみたいになって、人の笑顔が増える、お金があることで。だから私はお金っていうのは自由と笑顔とそういうつながりが増えるから欲しいっていう風になってるんですよ。で、それって結構その自分の価値観で、それを仕事でもそうで、仕事で何が欲しいって言ったら、仕事で何が必要っていうか、こう絶対に得ておきたいものは何かって言ったら同じなんだよね。自由と笑顔とつながり、これだけ。だから自分の仕事は自由だし、どこかに属してるわけではないし、仮にすっごい稼げることがあったとしても、自由じゃなかったら私はやらないし、笑顔が増えないような仕事はしないし、つながりが感じられないような仕事もしない。じゃあ、あゆかママなんで英語やってんのって言ったら、それも一緒。自由。英語が喋れると自由になる。もっと世界が広がる。自由。自分がこう不自由ではない。できないということが不自由だから自由になるし、笑顔が増えるよね。だって相手の話が分かるし、自分の言いたいことが相手に伝わるんだもん。笑顔が増えるし、つながりが増えるよね。だってそれこそコミュニケーションが取れるんだもん。リアルに自分の声で、自分の言葉で、それはつながりが増えるよね。だからゆかママは英語がやりたいし、英語が喋れるようになりたい。全部一緒。なんだよね。だから人の信念価値観とかすごくシンプルで、それはお金を稼ぐ方法も仕事をする理由も趣味とか勉強する理由もそんなに変わらないんじゃないかなって思うんだよね。で、あゆかママはそれが気づくのが遅かった、だから離婚したんだと思うんだよね。もし結婚中にそこに気づいてれば、自由と笑顔とつながりをもっと大事にできたかなっていうふうに思うんだよね。で、まあそこに失敗したから今恋愛をするのが怖いと思ってるのは、自由だね。やっぱり一番自由がなくなるんじゃないかっていう不安が大きくて、どうしてもそこだけ踏み込めない。でも恋愛が自由だっていうふうに自分の中で気づければ、恋愛をすることは全然怖くないんじゃないかなと思う。笑顔とつながりはね、すごく分かってるの。だけど自由だけちょっと今引っかかってるのかもしれないなっていうふうに思って、なんでこれできないんだろうと思うと、そういう価値観が何か引っかかってたりとか、何か違う思い込みをしてるんじゃないかなっていうふうに思う。だから結婚は不自由だったから、結婚は不自由イコール恋愛も不自由なんじゃないかっていう思い込みだよね。だからここを外していきたいと思います。